んにちは、柴田です。今回はフェンダーの最新マルチエフェクタートーンマスタープロをレビューいたします。フェンダーのね、このマルチエフェクター全然知らなかったんですけれども、23年の、まあ、9月とか10月にリリースされたもののようです。千葉管楽器に入ったのでお借りしてきました。まずね、プリセット鳴らしながら、あとちょっとした使い方なんかね、どうなのか見ていきたいなと思います。まずはプリセット1番デラックスリバーブから。これで単発を押していけると、分かりやすい。で、バンクをアップして、クリーンやばいっすね。 JC とフェンダーの組み合わせ、単発をここで原因とかね、ここ回せるんですよね。これ素晴らしい。
んですね。素晴らしい。まあ、ぜひぜひですね、千葉管楽器行った際にはちょっと試奏してみるのもいいかもしれないですね。ぜひぜひチェックしてみてください。ご視聴ありがとうございました。柴田でした。